り疲れたな。町にあるスピナディロースらの拠点に戻って休まないか。確かこの前ナビアが部屋を用意してくれただろ。ほら行こうぜ。やっぱりまだ開けてくれてたんだな。ナビアって本当にいいやつだぜ。連続少女失踪事件も解決したし、しばらくはオイラたちを狙おうとするやつなんていないはずだ。シルバの見張りがなくても安心して休めそうだぜ。いっそのことここでしばらく休んでくのはどうだ。ほらフォンテーヌの機械にだってチャージは必要だろ。ここもいいと思うけど。それにオイラたちが居座れる拠点なんてそうそうないぞ。ぐい、わかったよ。その前に読んだ探偵小説の作者が新作を出すんだ。だから早くゲットしてどこかで読みたかったんだけど。じゃあ決まりだな。早く部屋に戻って休もうぜ。朝になったら小説を買うために並びに行くぞ。今回はこんな内容で来るなんてな。探偵小説だけどドキュメンタリーっぽい感じもあって、これはこれで悪くなかったぜ。おいらはただお前よりちょっとばかし多めに寝てただけだぞ。旅人さんとパイモンさんが滞在されている場所はこちらでしょうか。あ、誰だ。見たことない顔だな。まさか面倒ごとを持ってきたわけじゃないよな。どうやら間違いないようですね。金髪の旅人さんによく喋る妖精さん、スピナディロースらに情報を聞いて正解でした。よく喋る？おいらこれでもだいぶ抑えてるんだぞ。お会いできて光栄です。私はパルメルモニアから来たのですが、ヌビレット様がお二人にお会いしたいそうです。何でも重要なことについて相談したいとか。ヌビレットがか？この前結構話したけどな。もしかしてまた最近何かあったのか？詳細は私も存じ上げないのです。どうかパルメルモニアまでお越しいただき、直接ヌビレット様にお尋ねくださいませ。なんだか嫌な予感がするぜ。それでは情報をお届けする役目は果たしましたので、これにて失礼いたします。おう、ここ数日ずっと引きこもってたから、準備とか片付けを済ませてから向かうぜ。ヌビレット、来たぜ。オイラたちに何の用だ。ずっと微動だにしてなかったけど、ぼーっとしてたのか？それとも何か考え事か？ああ。君たちをここへ呼びよう手配したはいいが、これから話すことについては、まだ少々ためらっているのだ。もう、こうして来ちゃったんだし、遠慮しないで言えって。どうせ、オイラたちにお使いをさせたい、とかだろ？確かに。君たちに任せたい用事がある。だが、まずは事の詳細を聞いてから引き受けるかどうかを判断してくれ。事の経緯はこうだ。状況は分かった。とにかく、そのスネージナへのコード、召使いという執行官が、君と外交的な面会を従っている。そういうことだな。彼女はもともと、フォンテーヌ人だと聞いている。だがこのタイミングで突然、フォンテーヌにやってきた挙句、唐突に面会をしようなどと。あくまで私の意見だが、断ることを真剣に進める。彼女の目的は君もわかっているはずだ。
おそらく先日のタルタリア殿の件と関係しているのだろう。我々は自分たちの地でスネージナへの執行官を裁いたのだ。そして未だ詳細な報告は出していない。確かにこれはスネージナへが我々に外交的な圧力をかける絶好のチャンスだと言える。思うに合理的な説明の仕方と相応の対応策が決まるまではしばらく回避的な姿勢でいた方がいいだろう。いや、僕は今回の面会は受け入れるべきだと思う。なぜ？ほら、だってそのもともと筋を通していないのは僕たちの方だろ。面会を先延ばしにしたら問題がどんどん深刻になるんじゃないか。例えるなら、あ、ほら、友達同士で喧嘩した時に会うことも話すこともお互い避け続けてたらそのまま友情が終わってしまうなんてこともあり得るだろう。現状のフォンテーヌとスネージナへの外交関係は悪くないものだと言えるだろう。しかしそれはあくまでも表面上の友好関係でしかない。友達と呼べるほどのものではないと思うが。だからただの例えだよ、例え。それに今は情報さえ不十分なんだ。直接話し合ったとしても仲直りどころか絶交になる可能性もある。いずれにしたってそこまで深く考えなくていいんじゃないかな。古墳、神の選択とはたとえ一時は歓迎を許すものではなかったとしてもいずれその卓越性が明らかになるものなのだよ。それに面会の時は君もいるわけだろ。何かあったとしても君なら臨機応変に対応してくれるはずだ。法廷以外の場における人との交流は私の得意分野ではない。どうやら君はいささか私を過大評価しているようだ。それに私も面会に参加するなど一言も言っていないが。来ないのか。いやダメダメダメ、一人でなんか行くもんか。一緒に来てもらうぞ。絶対に君も連れて行くからな。フリーなど、よもやこの件について私に言えない事情があるわけではあるまいが。ないない。ほら、僕ってフォンテーヌの水神様で魔人名はフォカロルス。人々に愛され尊敬される正義の神なわけだろ。だからこの件はただ単に僕がそういう方向に進展させたいってだけで。とにかく深く考えないでくれ。今面会の手配をしてくるから。確かに外交的な面会とも言えるけれど、私は今日の面会をただのお茶会だと思っている。あなたもそうだろう、フリーナ殿。フリーナ殿。うん、そうそう、君の言う通り、ただのお茶会だよ。そうだ、今日のためにお菓子まで持ってきてくれるなんて、感謝しないとね。とても美味しそうだ。実は、お茶会をより賑やかにするために、この人を誘ったんだ。ヌビレット殿、お会いできて光栄だ。私はフォンテーヌ出身なのでね、紹介は結構。尊き最高審判官であるあなたのことは、もちろん存じ上げているよ。ごきげんよう。私もお会いできて何よりだ。まずは、お二方にお礼を申し上げる。私は公務で忙しいとき、フォンテーヌを離れることが多いのだが、ハウス・オブ・ハースの子供たちが大変世話になったと聞いた。おっと、何も。我が子リネとリネットが無実の罪を課せられた件を言っているわけではないので、くれぐれも誤解なきよう。ハウス・オブ・ハースの子供はよく誤解されてしまう。おそらくそれも、ファデュイの評判と関係することなのだろう。これはどうしようもないことでもある。近年のフォンテーヌは情勢が安定し、民も豊かになった。子供たちも幸せに暮らせている。この現状は、何よりも大切にすべきものだ。
壊そうとする者などいるはずがない。タルタリア殿の件で来られたのであろう。うん。どうやら日々多忙な最高審判官のヌビレット殿は、このような社交辞令よりもいち早く本題に切り込むことの方がお好きのようだ。そちらの言う通り、講師の状況を明らかにすることも確かにこの度の目的の一つだ。同じスネージナヤの外交施設として、そしてファデュイの執行官として、私は講師の同僚ということになる。ことがフォンテーヌで起こった以上、我々は互いの代理人として問題を解決しなければならない。私は代理人として講師の身柄をスネージナヤに引き渡すことを要求する。彼の身に起こった出来事については、我々もフォンテーヌと共同で処理する責任がある。代理人のルールが適用されるのは判決が執行される前のみだ。現在判決は執行済みであり、我々は解決済みと判断している。申し訳ないが、君の要求には答えられない。ここまでストレートに断られるとは。いいだろう。フォンテーヌの法廷における全てのルールを尊重しよう。最高審判官であるあなたを尊重するのと同じくね。では一歩引いてみるとしたらどうだろう。講師の身柄を引き渡してもらう必要はない。ただメロピデ要塞に入り、彼に会って状況を確認させていただきたい。まさかそれすら叶えられないとはおっしゃるまい、フリーナ殿。それは。メロピデ要塞はかねてより自治状態にあり、我々でさえ干渉できないのだ。当然ながら外交問題も口実にはなり得ない。どうしてもあの執行官の状況を確認する必要があるとおっしゃるなら、私から一つ提案しよう。もう召使いが出てきたのか。そういや確かにリネも前に言ってたな、お父様がそろそろ帰ってくるって。あの時はまだリネがハウスオブハースのやつだなんて知らなかったから、そんな情報を無視しちゃってたぞ。ああ、忠告に感謝しよう。それについては私も身に染みて承知している。それから気づいたことがある。こと召使いに関する問題において、フリーナの挙動がいささか不自然でね。もしかしてフリーナは召使いに脅されてるのか。もしそうなら私に説明しない理由はないはず。まして召使いは一体どのようにして神の弱みを握ったというのだ。じゃあ違うか。確かにフリーナはいつもちょっと変だけど、それでも一応神なわけだし。実はこの件についてもう一つ厄介な点がある。メロピデ要塞内から届いた情報によれば、タルタリア殿は少し前に突然失踪したそうだ。失踪に関する詳細は未だに分かっていない。すでに逃げた可能性も排除はできないだろう。だがメロピデ要塞以外の場所において彼に関する目撃情報は一切ない。メロピデ要塞には見張りがいる上、内部システムも整っている。特殊な場所だということもあり、このようなことが起こるはずもないのだが、おそらくタルタリア殿の失踪には何か裏があるはずだ。彼は君たちの知り合いだからな。司法的な義務を考慮してこの情報を君たちに共有した。じゃあさっき言ってたオイラたちに任せたいことって。ああ、メロピデ要塞へ行き、タルタリア殿が失踪した原因を調査してもらいたい。これこそがあの時召使いに提案したことなのだ。彼女を介入させない代わりに、他の人員にタルタリア殿の状況を調べさせ、詳細な報告を提示すると。召使いは不満そうではあったが、とりあえずはこの提案に従ってくれるようだ。彼女曰く、話は報告が出てからだということらしい。つまり少なくとも時間稼ぎはできたってことだよな。まず君たちはあの執行官とは長い付き合いだという前提がある。
君たちにしか見つけられない何かがあるかもしれない。そして次に、メロピレ要塞の特殊性も理由の一つだ。メロピレ要塞って、ただのフォンテーヌの監獄じゃないのか？そうずさんな定義をすることはできない。メロピレ要塞は、フォンテーヌの司法システムには属しておらず、かねてより自治という形で存在していたのだ。もともとフォンテーヌでは、罪人への処罰は拘禁ではなく追放だった。そして現在においても、処罰にはその習わしが引き継がれている。つまり、メロピレ要塞は一見監獄に見えるが、その本質は追放された罪人たちが集う場所であると定義するべきだ。我々が行うのは、監視のために監視を送り、治安維持の協力をする、それだけだ。他の一切について、深入りする権利はない。実は私も、あそこの管理者とは少々個人的な付き合いがあるのだが、どのような立場であろうと関係なく、私も法廷も、調査に直接介入する権利はない。だから、オイラたちみたいな第三者にこっそり調べさせたいんだな。いかにも。君たちに偽の罪状を用意するので、密かに調査してきてほしい。そうすれば、不要なトラブルをかなり回避できるはずだ。というわけなのだが、二人とも、私の願いに応じてくれるだろうか。おう！確かにどう考えたって、オイラたちが一番適任だよな。よし！しょうがないからこの件、引き受けてやるぜ！心から感謝する。この件は、フォンテーヌの情勢にとっても、至極重要なことだ。それから、どうかこたびの行動に関しては、くれぐれも内密に頼む。準備ができたら、エリニュス島のメロピレ要塞の入り口で落ち合おう。君たちを中へ送り込むための人員を手配しておく。準備って、何をしたらいいんだ？食事や入浴といったことをするといい。メロピレ要塞の生活環境は、外とは比べ物にならないはずだ。そっか。罪状は偽物でも、監獄に入るのは本当のことなんだもんな。その、今更後悔しても遅いよな。どうか安心してほしい。こたびの行動は、君たち二人の時間と、生活の質を犠牲に情報を得るというもの。どのような結果になろうと、すべて終わった後には、法を担う公人の基準。それも最高レベルのものに準じて、相応の手当を二人に渡すつもりだ。よし！そうこなくっちゃな！旅人、最高にうまいもんを食べに行こうぜ！一ヶ月はうまいもんを想像するのが嫌になるってくらい食べてやる！もちろん、お前の上がりでな！行くのか。ついでにこのケーキを持っていくといい。個人的な謝礼だ。これと、これ、あとこれも！フォトはなしで、ありがとな！ヌービレットがくれたケーキは確かに美味しかったけど、これからの日々を考えると、まるで胃の中が空っぽになる気がしてくるんだぞ！そういえば、オイラたち、フォンテーヌに来てからずっと、変な法律に引っかからないよう気をつけてきたけど、結局、自分からメロピレ要塞に行くことになるなんて、これが運命ってやつなのかもな。はぁ、メロピレ要塞に着いたら、急いで調査しようぜ。オイラ、監獄なんかに長くいたくないし。おや、今何か聞こえたような。スクープの匂いがするわ。匂いは嗅ぐもんで聞くもんじゃないぞ。け、どうしてここにいるんだ、シャルロット。それがね、ある事件の目撃者からこれでもかってくらい情報を聞き出そうとここで食事する約束をしてたんだけど、結局すっぽかされちゃったのよ。はぁ、落ち着け私。
記者にとってこんなのよくあること。旅人からまた新たなスクープを掘り出せれば食事代くらいは返ってくるかも。おい、聞こえてるぞシャルロット。なんでもないなんでもない。さっき君たちの会話からメロピデ要塞って聞こえてきたけど、まさか何かやらかしたのかな。そんなことないぞ。オイラたちがそこに行くのはただあれ。まずい。内緒にするよう頼まれてたのを忘れるところだったぞ。そんなことで捕まったの？まあ、よく考えるとわからなくもないか。おぞましさで言ったら、小さく見積もったって窃盗と同レベルだからね。おいら、そんなひどいことしちゃってたのか？ごめん。おいらが悪かったって。となると、どうやらビッグニュースでもなさそうね。残念だわ。でもまだチャンスはあるかも。君たち、これからメロピデ要塞に行くんだったら、代わりに取材してきてくれないかな。それは、多分、やる時間がないかも。何もそんな難しいことじゃないって。ただ単に、メロピデ要塞の管理者と、可能な限り接触してみてほしいの。実は彼、フォンテーヌから公爵という名誉市民の称号を授かっているの。すごいでしょ。こんな称号を得られるのは、フォンテーヌに多大な貢献をした民だけだから、とても少ないのよ。それに、メロピデ要塞はずっと法廷の管轄外にあるから、私たち記者を含めて、みんな彼についてほとんど知らない。だから、彼に関するトピックを記事にできれば、きっと注目されること間違いなし。でしょ？それは、そうだけど、こっちにも事情が。もちろん、ただではとは言わないわ。今日の食事、私におごらせて。よーし、決まりだな。オイラたちに任せろ。交渉成立。そろそろ料理も来る頃ね。こんなにたくさん注文したの？お腹いっぱいだ。これでもう思い残すことはないな。行こうぜ。ちょっと縁起でもないことを言っちゃったかな。まさかこんなに食べられちゃうなんてね。失策だったわ。取材の件忘れないでよね。ヌビレット、準備できたぜ。ここから入るのか？うん、予定通りだな。そう、ここがエリヌス島からメロピデ要塞へ入る唯一の入り口となっている。気をつけてくれ。少し後ろに下がるといい。うわー、ここを降りてくのか。メロピデ要塞って海の中にあるのか。水、人々の深海への恐怖、この双方を兼ね備えたメロピデ要塞は囚人を収容し監視するのに適しているのだ。だが安心してほしい。この中は決して恐怖に満ちた場所ではない。下へ行った後、自分たちの目で確かめるといい。そうだとはいいけど、でも自分が海底にいるって思うとやっぱりちょっと怖いよな。それからもう一つ、前にメロピデ要塞の管理者リオセスリ殿と少々個人的な付き合いがあると言ったのは覚えているだろうか。彼は非常に聡明だ。おう、オイラたちもそいつについて聞いたぜ。公爵って呼ばれてるんだろ。ああ、彼はこの水中要塞における最高管理者だ。たとえ私の依頼で調査に行くのだとしても、彼やその部下たちとの直接的な衝突は避けた方がいい。彼がメロピデ要塞を離れることはあまりないが、決して要塞の内外について把握していないわけではない。
知らないのではなく黙認しているのだ。この点については重々気をつけてくれ。では雑談もそろそろ終わりにしよう。こたびの件どうか頼んだぞ。おう、安心しろ。無駄足を踏むつもりはないからな。うむ。マドレーヌ。はっ、ヌビレット様。新たな囚人はこの2名ですね。私がいる以上逃げられることはありません。ご安心を。逃げるもんか。私について来い。今からお前たちをメロピデ要塞へ連れて行き、それから手続きを行う。もうここって海の中なのか。フォンテーヌで罪人になるのってこんな感じなんだな。ずいぶん機嫌が良さそうだな。お前たちのような楽観的な囚人は滅多にいない。はあ、マドレーヌか。今日はまた、なんで降りてきたの？ヌビレット様から直々に、この二人の囚人を護送するよう頼まれた。おそらく、他の者には任せられないと判断されたのだろう。ああ、いいな。ヌビレット様みたいに偉大なお方に好かれるなんてさ。私なんか、ここへ次々にやってくる囚人の対応することくらいしかできないよ。スマイルサービスでも始めてみたらどうだ？もしかしたら、業務における評判を上げられるかもしれないぞ。やめてやめて。ここに来る囚人なんて、みんなしけた面してるんだから。どうしたらスマイルなんてできるってんだか。それに、たとえ微笑んだって、囚人たちからすれば、心の歪んだサディストにしか見えないんじゃない？確かに、一理あるな。よし。引き渡し作業はこれで完了だ。二人とも、まずはここで登録をするんだ。もろもろの手続きは、マレッテが手配してくれる。はぁ、任せて。あんたもさっさと、光り輝く世界に戻りなさいよ。旅人にパイモン。合ってる？先に罪状と刑期について確認するからね。君たちの罪状は、神の許可なくスネージナヤの施設が神のために誠心誠意用意した刑期を食し、フォンテーヌにおける祭りごとの中心を短期間の沈黙に陥らせた。刑期45日。ヌビレットがあのケーキをオイラたちにくれたのって、まさか。罪状からして、君たちが大事をしでかせる人物であることは分かった。フリーナ様のスイーツに対する愛を考えれば、こんなの、ほとんど水神暗殺みたいなものだもん。こっちもいい経験になったわ。ありがとう。でも、メロピデ要塞に入るための手続きはちゃんと終わらせるからね。あの板の前に立って、写真機で撮影するから。うん、いいけど、いい感じに撮ってくれよな。これでよし。あとは別の人が案内してくれるから。生まれ変わる機会なんだし、大切にしなさいよ。生まれ変わるって、ちょっと大げさじゃないか？オイラたちがここにいるのって、たったの45日だけなわけだし。
お前たちだな。ついてこい。おう。おいらはパイモン。こいつは旅人だ。必要ない。どうせ覚えられないからな。行くぞ。その、お前ってここの看守なのか？ここって何か気をつけておかないといけないこととかあるか？もしかして聞いちゃいけないことを聞いちゃったかな？それに答える義務はない。何の利益にもならん。だから新人は嫌いなんだ。特別許可権のためじゃなかったらこんな仕事断ってたさ。特別許可権？ふん。お前らがベースを書くような鬱陶しい新人じゃねえことに免じて少しだけ話してやる。だが次からは特別許可権をもらうからな。ここじゃモラは使えない。その代わりとして使うのが特別許可権だ。こいつはメロピデ要塞のほとんどのものと引き換えられる。欲望も権力も運命さえも。つまりここでしか使えないお金ってことか？そんな簡単なもんじゃねえ。マレッテが言ったようにここにいるやつは全員生まれ変わるのさ。過去にどれだけの富や勢力を有していようがメロピデ要塞では全てを捨ててゼロから特別許可権を稼いでいかなきゃならねえ。全員同じスタートラインに立つってことさ。腐ったれな人生に生まれ変わる機会をってな。これこそが特別許可権の狙いであり正真正銘の公平、本物の正義ってことだ。中には刑期を満たしても外の世界に戻りたくないとのたまう奴らも大勢いる。メロピデ要塞って、そんなとこだったのか。てっきり、もっと、監獄って感じの場所かと思ってたぞ。この場所については、いい方にも悪い方にも考えすぎるな。今のうちにこの景色をよく見ておくんだな。もうじき見れなくなる。太陽と久しく会わずにいりゃ、恐ろしい深海でさえも親しく感じてくる。重苦しさなんて感じなくなってくるがな。それから、俺もお前たちと同じ囚人だ。新人を迎えたのは、特別許可権を手に入れるためのバイトに過ぎん。なんで黙り込むんだよ。無料コンテンツはここまで。こっからは有料だ。お前、もらえ。じゃなくて、特別許可権のことしか頭にないのかよ。そろそろ着くぞ。ここから降りろ。ほら、お前も操作してみろ。まだまだ深いとこに行くのか？オイラたち、今どれくらい深い海にいるんだろうな。まるで今までの人生の投影だってか？そこまで大げさじゃないぞ。ここからやっと完全にメロピデ要塞に入ったって感じか。来たばかりの囚人もいるみたいだな。みんな浮かない顔で。オイラたち、ちょっと気楽すぎる感じに見えるかもな。うぅ。もうよその奴の縄張りに入っちゃってるわけだし、ちゃんと囚人を演じないと。もしバレたら、ヌビレットでも、オイラたちを助けられないんじゃないか？
脅かすなよ。まだ心の準備ができてないぞ。そのお前らのことはよく知らないし、何の罪を犯したのかなんざ見当もつかないが、もしかして怒らせちゃいけないお方でも怒らせちまったのか？ん？怒らせちゃいけないお方？そんなことはないと思うけど、うん、なんだよ、お前の方から声をかけてくれる気になったのか？いや、いい。今はそんなことを気にしてる場合じゃねえ。ここから先は自分たちで行け。いいか、俺の役目はここまでだからな。幸運を祈るぜ。どういうことだ？おい、ここってこんなに警備ロボの多い場所なのか？オイラたち、もうバレたのか？囚人ナンバー7459番、7560番、ようこそ。そんなに慌てないでくれ。これらの警備ロボは何もあんたらとやり合いに来たわけじゃない。こいつらは栄誉霊をやってるだけさ。あんたらがヌビレットさんの友達だって聞いてね、こいつらをここで待たせてたんだ。オイラたちとヌビレットの関係を知ってるのか？海底はあんたらが想像するほど情報に疎いわけじゃないが、残念ながらそのことについて俺が知ってるのはここまでだ。それにお偉いさんの友人ですら何かやらかせばここに入ることになる。公平だろ？公爵様、今日はいい天気ですね。ご機嫌麗しゅう。ああ、あんたもな。今の言葉のおかげで海の外の天気を想像できそうだ。メロピテ要塞が岸にあれば日向ぼっこしながら話せたんだがな。いや、申し訳ございません。公爵様のお姿を見て緊張してしまい、つい。こいつが公爵なのか。思ってたより若いぞ。旅人とパイモンでいいかい？リーキン君による出迎えはいかがだったかな？それは素晴らしい。リーキン君、以前労働のミーティングの際に運命について話したのを覚えているかい？運命とは何事にも真剣に取り組む者にこそ微笑むべきだと。戻ったら監視から追加の特別許可権が与えられるだろう。ありがとうございます、公爵様。それにお二方からも、まさかそのような身に余るお言葉をいただけるとは。今後何かあればいつでも私めにお仰せください。もちろん特別許可権はいただきませんので。そろそろいいだろう。もう十分やってくれた、リーキン君。それではお先に失礼いたします。二人ともついてきてくれ。歓迎の意を表してメロピデ要塞を案内しよう。そうすればよりここに溶け込めるはずだ。じきじきに案内してくれるのか？なんだか何考えてるんだかわからないやつだな。道理でシャルロットのやつが興味を持ってたわけだな。謎が多いやつだぜ。とにかくまずは追いかけよう。かしこまることはない。囚人だって地位の一つなんだ。メロピデ要塞じゃそれは数ある生存方法の一つに過ぎない。くせにそんな風に考えてるのかよ。オイラたちは罪人なんだぞ。もし厄介な相手だったらどうするんだ？だとしたら
あんたらはきっと、この水中世界で輝く存在になれるだろうな。だが、腕を振り上げる前に思い出してほしいことがある。メロピデ要塞において一番重要なことは、トラブルを起こさず、監視に迷惑をかけないことだ。ここは、生存するにあたって非常に重要な場所。特別許可食堂だ。毎日一食、セットのサービス食を受け取ることができる。受け取ることが、って、お金はいらないのか？ああ。囚人はメロピデ要塞の運営基盤だからな。少なくとも、生存の保証くらいは必要だ。昔はそうじゃなかったんだぞ。以前のメロピデ要塞じゃ、水でさえ特別許可権で引き換えなくちゃならなかった。お前さんたちのように、入ってきたばかりで何も持っていない囚人たちは、腹を空かせながら稼ぐしかなかったんだ。だが公爵様がここを引き継いでから、サービス職のルールができた。今じゃ、たとえ一日中何もしないでいるような、ギアなんか一個も触っていない怠け者でも、毎日飯が食える。飢えて死ぬってことは、まずないね。メロピデ要塞において、特別許可権は金だ。どんなものも金を使って買う。ある意味、一種の交易の場であるとも言えるだろう。だが取引は人が行うものだ。このシステムを進行するには、皆が積極的に仕事をして、自発的な生活を送れる環境がないといけない。食事にすらありつけないんじゃ、メロピデ要塞は不満で溢れてしまう。そうなったら、俺も色々とやりづらくなるだろう。つまり、メロピデ要塞がみんなに食事を振る舞うのは、みんなに仕事を頑張って、メロピデ要塞の生活環境を良くしてもらいたいからなんだ。おっしゃる通りです。ま、俺が言ったのも事実ですけどね。とにかく、ここでの努力は必ず報われる。こんなに理屈が通じる場所はなかなか見つからないぞ。確かに、そうだよな。そう思ってみると、なんだか、ここもそんなに悪くない感じがしてきたぜ。おっと、油断は禁物だったぜ。囚人たちが信用してるのは、公爵がこういう態度でいるからなんだよな。オイラたちは、やっぱり自分の目で確かめないと。さあ、向こうも案内しよう。ここは鉄拳闘技場。名前通りの場所だ。日頃の仕事だけじゃ、情熱を費やしきれない囚人が一定数いるものでね。互いに浪費し合うのを防ぐために、専用の場所を使わせてるんだ。他人に迷惑をかけないように。格闘、それに臨時収入か。旅人。興味はあるか？一つ注意が必要だ。うっかり深手を負わせたり、相手を死に至らしめてしまった場合は、刑期が長くなる。公爵、ここもお前が作ったのか？いや、俺はただ場所の利用許可を発起人に与えて、手続き費用を受け取っただけさ。もちろん、これらの費用にもきちんとした用途がある。何に使うのか聞いてもいいか？人身の安全維持、現場の損傷確認、いざこざの解決などかな。なんだ？闘技場の管理に興味があるのかい？おいらはただ、サービス職って、その手続き費用から出てるのかなーって思って。合理的な推測だな。起業家の才能がある。旅人！おいら才能があるらしいぞ！ここで事業をやってきるかな？そういうことは、またおのおの計画するといい。今は引き続き、他の場所を見ていこう。
爵様、おはよう。じゃなくて、こんにちは。いや、今何時だ。いや、時間は人を待ってはくれないから、もう少し時間の概念を身につけた方がいい。申し訳ございません。緊張しすぎて息の仕方も忘れてるみたいだぞ。すみません、どんな失態を。ここは居房エリア、つまり囚人たちが寝る場所だ。後で看守があんたらのベッドの場所を教えてくれるだろう。メロピデ要塞で囚人が主に活動するエリアは生産エリアと居房エリアだ。生産エリアって何を生産するんだ？オイラたちそこで働くのか？必ずそうとは限らない。確かに特別許可権を獲得したいなら生産エリアで働くのが一番安定した方法だ。だが他の方法を探せる実力があるのならサボっても構わない。うわぁ、ここの管理者のくせにサボりを進めていいのかよ。メロピデ要塞が自治状態でも機能し続けているのはほとんどの人が安定した収入のために真面目に働く方を選ぶからだ。生産しているのはフォンテーヌで見られるクロックワークマシナリーだ。そのほとんどがここで作られている。だからメロピデ要塞は囚人たちが服役する場所というだけでなく巨大な機械工場でもあるのさ。具体的な生産過程については説明を省かせてもらおう。実際に生産エリアで仕事して自分たちで体験するといい。さて今度はあっちに行ってみようか。ああ、びっくりした。まさか公爵様がここにいらっしゃるなんて。働きすぎて幻覚でも見たかと思いましたよ。幻覚は仕事の負担を減らしてはくれないぞ。引き続き頑張ってくれ。あ？どうした？なんでもないぜ。おいらはただ、明日はきっとクタクタだろうなーって。こんな時間に医務室に来るなんて。まさか怪我とかしてないよね？残念だが怪我はない。お気遣いどうも、シグウィン看護師長。じゃあその二人のために来たのね。紹介しよう。ここは医務室だ。この子はシグウィン、メロピデ要塞の看護師長だ。看護師長といってもこの仕事をやってるのはうち一人だけなんだけどね。こんにちは、新入りさんたち。せっかく患者のいない休憩時間だ。俺らと一緒に夕飯でもどうだい？つまりこの二人はとても重要な囚人さんなのね。ぜひうちも歓迎会に参加させて。今日の案内に完璧な終止符を打てそうだ。感謝するよ、看護師長。案内はもう終わりなのか？生活に必要なことは全て説明したし、仕事の方は後で指導してくれる者がいる。うん。他に何があったか。実は、滅多に案内なんてしないんだ。あんたの方から聞いてくれると助かる。おいらたちも初めて来たから、何から聞けばいいかわからないぞ。なら、とりあえず特別許可食堂に戻ろう。考えるのは食事をしながらでいい。元気出して。ここのサービス食、すっごく美味しいんだから。
今日のご飯どう？満足？おー、すっごく美味しいぞ。ヌビレットはここの生活環境は悪いとか言ってたのに、囚人って毎日こんないいもんを食べてるのかよ。それ超ラッキーな人しか当たらないやつじゃない？君たちすごく運がいいのね。いや、運じゃない。俺の方からウォルジーさんにくじを引かなくてもいいよう頼んだのさ。え？ここのご飯ってくじで決まるのかよ。うん、何が食べられるかは全部運次第なのよ。特別許可食堂のウォルジーさんのちょっとした悪趣味ね。そうだったのか。まあ、こんなに美味しいものが毎日食べられるとしたら、フォンテーヌの犯罪率は爆上がりするだろうしな。二人とも、さっきの言葉、ヌビレットさんを知ってるの？最近はどうしていらっしゃるのかな？お仕事は忙しそう？お体は健康？体は大丈夫だと思うぞ。ずっと真面目に仕事してて、ちょっと大変みたいだけどな。相変わらずのようだな。看護師長の心配は杞憂らしい。もう長いことヌビレットさんのことを聞いてなかったから。何もないのが一番いいことさ。今度彼と話し合う場があれば看護師長も来るといい。ん？メロピデ要塞って法廷の管轄外なんだろ？ヌビレットと話さなきゃいけないことって何なんだ？ここはフォンテーヌにいろんな機械製品を提供してる。必要な物資を上から仕入れないといけないから、話し合う機会は少なくない。ヌビレットさんは品行方正なお方でね。どんな問題についてもはっきり相談できるし、話し合いにさほど精神を削る必要もない。だから彼に対しては、相応に敬意を払い、ある程度譲歩してもいいと考えてる。とにかく、あんたらのことは、ヌビレットさんが招待した客人とみなして、相応のもてなしをした。ま、残念ながらそれも、この食事までだがな。ここからはきちんと、囚人をやってくれ。どういたしまして？新たな生活が、あんたらを待ってるさ。旅人にパイモンだな。新入りは、まず何をするべきか覚えろ。いいか、トラブルは起こすんじゃないぞ。お前らのベッドはあっちだ。ついてこい。ふぅ、これからここで寝ることになるのか。なんだか不思議だよな。ぐうたら探偵小説を読んでた日々がこんなに早く過ぎ去るなんて。あ、そういえば、今日起こったいろんなことについて話さないとな。公爵のやつ、はっきりとは言わなかったけど、最後の言葉からして、オイラたちがヌビレットと知り合いだからこそ、あんなにもてなしてくれたってことだよな。確かにケーキを食べて囚人の身分にはなったけど、それでもオイラたち、ヌビレットの助っ人なわけだし。もしかして、公爵はオイラたちの任務のことを知ってるのか？考えすぎだといいんだけど。オイラもそう思うぞ。元からオイラたちの目的を知ってて、ああいう形で伝えようとしたとか。おい、こっちはもう知ってるんだから小細工はするなよみたいな。そうだな、手ぶらで帰るわけにもいかないし、公爵が怖くて帰ってきたなんてヌビレットに言えるはずもないよな。それに公爵は譲歩してもいいって言ってただろ。だから、少なくともやってみないとだな。あ、タルタリアの行方の調査。
どこから手をつければいいのか。それって、そう、そこなんだ。リネに会ったとき、危うくボロが出そうだったぞ。幸い、公爵の態度からすると、リネのことも他の囚人と同じように扱ってたし、特に気づいた様子もなかったみたいだ。あの時、あんなに頑張ってあいつらの冤罪を晴らしてやったのに、結局囚人になってるなんてな。あ、そっか。リネとリネットはハウスオブハースの人間で、召使いの手下ってことになるんだもんな。じゃあ、あいつらも調査に来たのか？あ、カードだぞ！さっきはなんで気づかなかったんだろう。魔術師の小道具みたいだから、きっとリネが残してくれたんだ。まさか囚人になってもマジックをやってるなんてな。どれどれ？また会えてとても嬉しい。明日、生産エリアで会おう。なんか、街中で友達に会った時の挨拶みたいだな。てっきり何か大事なことでも書いてあるかと思ったぜ。そっか。じゃあ、明日になったら、あいつにいろいろ聞いてみようぜ。今日はもう休もう。おーい。ふぅ、やっと起きたか。本格的な囚人生活1日目だからな。そういえば昨日の夜、夢の中で看守に尋問されたぜ。全部正直に言って、やっと目を覚ましたけど。いや、だって夢の中のことだぜ。現実でそんなことするわけ、ないよな。お前ら二人とも、なぜまだここにいる？腹を空かせたくなければ、早く生産エリアに行け！ごめん、今すぐ行くぜ！新入りか。このエリアに振り分けられるなんて、ついてる奴らだ。おう、昨日ここに入ってきたんだ。俺の話を遮るな！はい！仕事の内容は真面目に聞け。いいか、ヘマはするなよ。ここにある機械は、お前ら二人よりもはるかに価値あるものなんだからな。それに、ここの機械はどれも危険なものばかり。うまくやれば食堂、ヘマをしたら医務室行きだ。とにかく、メロピデ要塞は、どんな機械も失いたくないし、囚人の生産力も無駄にしたくないんだ。わかったか？わかったぞ。お前たちの仕事は、あそこの機械でパーツを加工することだ。タイミングに合わせて踏み台を踏め。もし機械が動かなくなったら、拳で修理しろ。これをやる。加工が終わったらパーツを俺に渡せ。特別許可権をやる。動かなくなったら叩いて修理しようぜ。加熱したパーツが光ったら踏み台をジャンプで踏んでハンマーでパーツを叩くんだ。よし、その調子だぞ。あとは報告するだけだな。加工したパーツを渡しに行こうぜ。ふん、まあまあってとこか。機械を使った加工だからさほど差は出ないがな。いいだろう、合格だ。特別許可権を支給する。疲れたぞ。これで終わりだよな。監視が怖くて何も言えなかったけど、今すぐ特別許可食堂に行きたいくらい腹が減ってるけど、まだリネとの約束があったよな。あいつも仕事が終わったばかりだろうから、近くを探してみようぜ。おーい、リネ！魔術師リネ！どこにいるんだ？人体
消失マジックでもやってるのかよ。この近くにはいないみたいだな。他の場所に行ってみるか。まったくどこにいるんだ。まさかサボって寝てたりしてないよな。やあ、ここだよ。うわぁ、急に出てくるなんてびっくりしたぞ。あれ、そんなに簡単にびっくりするなんて、何かやましいことでもあるのかい？こいつ、やましさの原因はお前を探すことなんだからな。ごめんごめん。早くこっちに来てよ。隠れて話そう。リネット、お前もいたのか。やっぱりお前たち兄弟はいつも一緒なんだな。うん、お兄ちゃんは私から離れられないの。ああ、実はリネットだけじゃなくフレミネも一緒に来てるんだ。覚えてるだろ。ハウスオブハースの潜水士だっけか。確かフォンテーヌ邸で会ったよな。それより、なんでお前たちが囚人になってるんだよ。オイラと旅人の法廷での努力は無駄だったってことかよ。囚人になるのなんて簡単さ。前に歌劇場で得た人気を利用して観衆をたくさん集めた街頭パフォーマンスをやったんだ。それで集まったたくさんのお客さんたちをパフォーマンスに参加させた。そしてみんなが見守る中で全員の財布を消してみせたのさ。そうしてお兄ちゃんは窃盗犯になり、私は全てを知っててなお手助けをした共犯者になったわけ。まあ実際はそんなに深刻な状況でもないんだよ。消えた財布は出立亭にある大きな書類棚の一番左の引き出しにあるんだから、いつになったら気づくんだか。向こうが気づけば私たちも出られるはず。マジックについては今回のパフォーマンスは完璧だったと自負してるよ。そうだったのか。お前たちらしいやり方だぜ。うん、前に君たちに身分を隠した時にも言ったでしょ。君たちを本当に怒らせてしまうくらいなら僕は君たちに全てを教えてあげてもいい。だから今回も隠し事をするつもりはないよ。今のところハウスオブハースと君たちの利益が対立してるってわけでもないし、僕たちはハウスオブハースのお父様、つまり召使い様の命令でここへ調査に来たんだ。やっぱりそうだろうと思ってたぜ。調査内容について言うと、君たちはまだ知らないかもしれないけど、メロピデ要塞にはある秘密が隠されてるんだ。それどころかメロピデ要塞はその秘密を守るためだけに存在しているという人までいる。はるか昔からハウスオブハースはこの件について調査し、秘密を探ろうとしてきた。でもここ最近、手配した偵察員だけじゃなく潜入させた監視までもがみんな跡形もなく消えて音信不通になってる。僕たちはこれを一種の挑発だと考えてる。だからこそメロピデ要塞にやってきたんだ。すでにお父様がある方法で確認したんだよ。フォンテーヌの神の心は水神フォカロルスの手にはない。え？そんな重要な情報どうやって知ったんだ？お父様は独自の手段を持っている。でもその多くは私たちには想像することも見ることもできない。結論だけ信じればいいの。その情報からフォンテーヌの神の心がメロピデ要塞の秘密と関係してるんじゃないかって思ってね。結局神の心のためだったのかよ。こっちの方は大体こんな感じだよ。そっちは？ヌビレットさんが君たちを送り込んだの？そうだぞ。召使いがタルタリアの近況が欲しいって言って聞かないから、オイラたちが調べに来たんだ。あ、これって、言って
いいんだっけ。それなら安心してよ。皇子様の情報を要求することは圧力をかける手段の一つに過ぎないから。お父様が今回フォンテーヌ邸のお偉いさん二人に交渉を持ちかけたのは交代に見せかけた前進さ。言うなれば値切りと同じ。物事の多くには口実が必要。執行官の価値は想像よりも高いのよ。でも全部が嘘ってわけじゃない。もし本当に皇子様の状況を確認できるなら、僕たちとフォンテーヌの外交関係は良くなるだろうし、立場を変えることさえできるかもね。もしかして、タルタリアのことを一番気にかけてるのって、オイラたちなのか。執行官同士の関係って、相変わらず悪いんだな。そうとも言い切れないよ。お父様の駆け引きの基準は僕たちとは違うからね。そうだ、一つ提案なんだけど、手を組まない?目的は違えど、メロピデ要塞での調査をしたいのは一緒だし。互いに助け合えば効率もきっと上がるでしょ。それに君たちも知ってるはずだ。確かにハウス・オブ・ハースが神の心を探す目的は数多くある。けど、中でも一番優先順位が高いのは、予言にあるフォンテーヌの危機を何とかすることなんだ。これについては、僕たちを信じてよ。ほらね、だから言ったでしょ。そうか。やっぱり協力してもらうよう、旅人を説得するのはそう簡単じゃないね。リネ、何か真面目に考えてるみたいだけど。当然よ。お兄ちゃんは前回あなたたちに会ってから、いつか意見が一致するって、ずっと期待してたの。というか、今回協力できるのを、私たちはすごく楽しみにしてた。リネット、そういうことは言わなくてもいいよ。お兄ちゃん、もっと本心をさらけ出してもいいのよ。慎重だね。うん。君のやり方は相変わらず、とても合理的だ。僕もそういう温度感と形での協力に文句はないよ。それに、最悪の状況のことも計算してあったんだ。君の答えは、僕の考えていたものより随分優しかったよ。それじゃあ早速、情報を一つ共有するから、しっかり聞いててくれ。リネットとここを調査してみて、分かったことがあるんだ。メロピデ要塞には、禁域が存在する。ほとんどの人はこれについて話さないようにしてたから、話術をちょっと駆使してみた。そしたら監視の口から、禁域の存在を確認できたのさ。君たちも、調査の時は気に留めておくといい。禁域…もしかして、タルタリアはそこで行方不明になったのか?確かに、気に留めといた方が良さそうだな。うん。それこそが、メロピデ要塞における最大の疑問だ。他の問題についても早く調査しないといけないけどね。とにかく、この情報が君たちの役に立つことを祈ってるよ。おっと、もうこんな時間だ。お腹が空いてるだろ?早く特別許可食堂で何か食べておいでよ。今後連絡が必要な時は、カードで知らせるから。その言葉を待ってたぜ。こんなに働いてもう腹ペコだぞ。ご飯にしようぜ。調査はその後だ。今日のはやっぱり昨日のやつほど美味しくなかったな。はぁ、運だけでまたあんな料理を引き当てられる日はいつ来るんだろうな。うい、だからいいや。普通の料理も悪くないしな。早く出る方が大事だぞ。でも今のところ、監視がちょっと怖いのと、作業が大変ってとこ以外、ここでの生活もそんなに悪くない気がするぞ。そうかい。ま、ここに来たばかりの奴はみんなそう言うがね。どうやら地上での経験は、君たちに十分な教訓を授けてくれなかったらしい。
表面だけ見ていたら行き止まりにたどり着いた時、一体どうやってその道に足を踏み入れたかってことさえわからなくなるよ。ふん、悪くない態度だね。ヒントを提示してやってもいい。ここにいる奴らは全員ルールを守りトラブルを起こすなと君たちに言ってきたはずだ。だがそのルールが表面上の囚人としての規則だけを指しているわけじゃないってことまでは君たちに教えなかった。ここには隠しルールが多く存在するのさ。え？隠しルール？あ、どんなのだよ。誰もがそれらのルールを知ってるわけじゃない。だが知っていようがいまいが、ひとたび違反すれば死よりも恐ろしいことが待ち受けているかもしれないよ。そうなのか。おいら怖がりなんだ。そんな怖いこと言うなよ。もちろんそれもあるが、そんなのはまだマシかもね。そっか、もし隠しルールなんてものが本当にあるなら、タルタリアの失踪した原因もそれと関係してるかもって言いたいんだな。その隠しルールの内容を教えてくれないか。オイラたちどうにかそれを避けたいんだ。これは人命に関わるほどの情報なんだが、そんなに軽々しく私に聞くのかい？わかったって。でもオイラたち特別許可権はそんなに持ってなくて。わかってるさ。ごゆっくり、十分貯めた後で構わない。というより君たちはまだここをよく知らないだろう。だから今教えたところでさして意味はないのさ。とにかくここでしばらく生活してみてからまた来るといい。私は普段ラグ&ボーンショップの近くにいる。名前はビドックだ。よろしく頼むよ。行っちゃったな。オイラたちを脅かしてるだけって可能性はないか？偽情報をオイラたちに買わせるためとか。そうだな、これもタルタリアのことを調べる糸口になるかもだし。隠しルールか。今はあいつの言った通り特別許可権も持ってないし、ここについても詳しくないから、しばらく経ってからまた話そうぜ。あ、話に夢中だったな。もともと美味しくないご飯なのに、冷めたらますますまずくなるぞ。早く食べようぜ。さっき看守に確認したんだけどな、毎日午前中に作業があるのは決まってて、でも午後は好きなことをしていいらしいぞ。ま、ほとんどの囚人は特別許可権を得るために働き続けるみたいだけどな。あと、特別許可権を一定数消費すれば、午前中の刑務作業を免除してもらって、時間を自由に使えるとも言ってたぞ。ここって、特別許可権さえあれば本当に何でもできちゃうんだな。おいらもう疲れたぞ。明日の朝はおとなしく起きて仕事しないと。特別許可権がなければ特権だって得られないんだからな。おやすみ、旅人。明日の調査はうまくいくといいな。
旅人。ん？どうした？考え事してるみたいだけど、何か変な夢でも見たのか？そんなことあるのかよ。まさか、単なる夢じゃない、とか。あ、タルタリアの神の目だぞ。お前、ずっと持ち歩いてたんだな。もしかして、この神の目を通して、お前とタルタリアの意識が何らかの形で繋がった、とか？それって、大きな突破口だよな。お前がその神の目をメロピデ要塞に持ってきてて、本当に良かったぜ。で、どんな夢を見たんだ？タルタリエの行方が分かったのか？そっか。でも、これから有益な情報を提供してくれたらいいな。それよりもっと重要なのは、オイラたちの囚人としての新しい一日が始まったってことだぞ。ポケットの中の特別許可券のために頑張ろうぜ。今日はどうする？行こうぜ。もう仕事の時間だし、もたもたしてたらまた監視のフィールディングにとやかく言われちゃうぞ。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。よし、これを受け取れ。加工済みのパーツは忘れずに渡せよ。よし、できたぞ。疲れたな。でも、仕事を何度もこなすうちに、だんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。よっ、君たちも作業を下ろしたみたいだったから、ちょっくら挨拶しに来たぜ。おう、こんにちは。見覚えがあるぞ。作業の時、ずっと隣同士だったよな。そうだな。俺はローアン。ここ数日、俺もシンガオが近くにいるなって思ってたんだ。ま、縁があるっつうことだな。俺はここで15年近く働いてきた。監督のグランビルだって、俺のことは先輩って呼ぶべきなんだぜ。うわ、そんなに長いのか。先輩、よろしくな。何か知りたいコツとかがあれば、どんどん俺に聞いていいぞ。生産エリアでの作業には、食事よりも慣れてるからな。おう、頼んだぞ、先輩。は？今、ルールって言ったか？ルーキーのくせしてやるじゃないか。ルールについて聞いたことがあるとはな。誰から聞いた？まあ、話しかけたのはこっちだしな。君たちも、俺のことを先輩と呼んでくれていることだし、それに免じて、ちょっとだけ教えてやろう。君たち、そのまま働き続けたら、危ない目に遭うぞ。え？それもルールなのか？もしお前から教えてもらえてなかったら。そう簡単に発動するわけでもないさ。隠しルールの条件は厳しいのが普通だ。でも、一度やってしまったが最後、悪いことが起こる。3日連続で、食事と寝る時以外、ずっと生産エリアで働き続けたら、3日目の昼ご飯の時に悪いことが起こるんだ。へっ！脅かさないでくれよ。悪いことって、俺がそれを知ってたら、こうして君たちと話す機会はなかっただろうな。つまり、お前も試したことはないってことか？実は、このルールについては、ある噂があるんだ。聞いた限りじゃ、そいつは俺を遥かに上回るワーカホリックで、作業効率も負けん気も尋常じゃなかった。ある日、彼は自分の限界に挑戦しようと、長時間作業をし続けた。そしてついに3日目の昼、蒸発したかのように消えたんだ。その後、彼の友人たちに話を聞きに行った奴がいたんだが、
その友人たちはみんな口を揃えてこう言った。そんな奴、見たこともないってな。そんなことがあったなんて。あいにく、そいつの仕事場は俺と同じエリアじゃなかった。だから、俺も実際には見たことないんだ。お前、まさかそいつが、あいつじゃないかって疑ってるのか？え？あ？君たち！好奇心の使いどころはそこじゃないと思うんだけどな。言っとくが、どうなるかは知らないぜ。今教えてしまったことを後悔してるよ。そうだぞ、オイラたち、本当に試すのか？わかった。お前がどうしてもそうしたいなら。なんだこれ、まずそうだぞ。お前の作った料理が恋しいぜ。午後はどうする？おう、鉄拳闘技場なら何か手がかりがあるかもしれないよな。おや、君は旅人だろ。君のような実力ある選手は出場禁止だよ。特別にお達しを受けたからね。犯罪者でも命は惜しいものなんだ。分かってくれ。でも、ここには優れた実力を見せれば特別許可権がもらえるゲームもあるよ。どうだい？興味はないかな？もしゲームで負けたら、特別許可権を取られちゃうのか？そりゃそうだろう。鉄拳闘技場は残酷な場所なんだ。わかった。それではルールを説明しよう。まず目の前に的が順番に立てられていく。的が立った順にそれを打っていってくれ。連続で何ラウンドもノーミスで進められれば特別許可権をゲットできる。ただし、打つ順番を間違ってしまったら失敗だ。1回につき300枚の特別許可権が必要だけど、やってみるかい？毎度あり。それじゃあゲームを始めていいよ。コリンズの言う通りに頑張って的を狙おうぜ。やった、成功したぞ。やっぱり君の実力は本物だ。安心してくれ、僕は約束は守るんだ。ほら、報酬の特別許可券だ。受け取ってくれ。今日もそこそこ収穫があったって言えるよな。明日も何か進展があったらいいんだけど。新しい一日がまた始まったのか。囚人としての生活にもだんだん慣れてきた気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあ、どうするんだ。今日は現場監督が超機嫌だといいな。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。はあ？いきなり何を必死になってる。特別許可権が急ぎで必要なのか。そうだな、オイラたち、自分の限界を試したいんだ。そう思ってくれればいいぞ。よし、今日はよくできたぞ。この調子でどんどん行こうぜ。限界かも。パーツを加工するのってこんなに疲れることだったんだな。もうダメだ、話す気力すらないぞ。
ご飯の時間はまだなのか。疲れた。働き同士でおいらもうクタクタだぞ。待て、そういえば今日ってもう働き続けて3日目になるんじゃないか。それに今はちょうどお昼の時間だぞ。なんだか背筋が急に寒くなってきたぞ。何が起きるんだ。でも周りを見る限り何にもなさそうだよな。オイラたちも無事特別許可食堂に着いたし、もしかしたら隠しルールっていうのはただの噂なのか。まあここでずっと推理しててもしょうがないよな。さっきからずっとお腹がグーグー鳴ってるんだ。先に腹ごしらえしようぜ。ご飯ご飯。今日の運はどんなもんかな。ひょっとしたら超豪華弁当だったりして。んぎゃー、これなんだよ。おいらのご飯なんで、お前のも同じか。これって肉か。でもなんだかすごく不気味な感じだぞ。これってまともなシェフに作れるような代物か。これってどういうことだと思う。もしかしてこれがローワンの言ってた良くないことなのか。それ以上言うなよ。もう分かったから口に出すな。あれ、あそこにいるのウォルディじゃないか。ご飯を作ってたのってあいつだよな。そうだ、シェフに聞いてみればいいじゃないか。ウォルディ、ちょっといいか。なんだ、これから今日のサービス食の材料費を精算しに行くところなんだ。用事があるんならさっさと言ってくれ。そのオイラたちのご飯の肉さ、なんかちょっと変じゃないか。肉？ああ、それか。別に普通の料理だろ。俺は問題ないと思うが、さっさと食べな。問題ないってことないだろう。おい、行くなよ。もうちょっとちゃんと見てくれよ。どうしよう。ウォルジーすごく不機嫌そうな顔してたぞ。もしかして、そうだな、他に方法はないみたいだし。はあ、さっきまで腹ペコだったのにもう全然食欲がなくなっちゃったぞ。午後はどうする。いいぞ、何か新しい手がかりが見つかるといいな。あ、どうも。あなたたちって公爵様と一緒だった。そんなに固くならないでいいって。すみません。あなたたちを見ているとつい公爵様のことを思い出してしまって、公爵様を思い出すとつい。どうでしょう、多分そうなのかもしれません。あの方って威圧感がすごいじゃないですか。だから自分がまるで血を這う虫のように感じられて。そんな大げさな。それに私は何をやってもすぐに尻込みしてよくヘマをしてしまうんです。なので公爵様のように有能な方を見ていると本能的に緊張しちゃって。なんですって。どうか大声でそんなことを言わないでください。だいたいどこをどう理解したらそんな話になるんです。あれ、ローワン先輩じゃないか。どうしてここに。あと、さっきちょっと怪我しちまってな。
なーに、ちょっと釣っただけだ。仕事をしてりゃよくあることさ。ローアン先輩みたいに経験豊富な人でも仕事で怪我することがあるんだな。そう言われるのが嫌だったんだよ。メンツが立たないだろ。全部シグウィンさんのせいだぜ。よりによってこんな時にいないなんて。え？医務室に誰もいなかったのか？ああ、噂じゃ昼飯前の30分くらいはいつも誰もいないらしいぜ。まったく、どこへ行ったんだか。変だな。シグウィンはいつも仕事熱心なのに、こんな時間にどこに行ってるんだ？別にもうどうでもいいさ。この程度の怪我なら一人で休んでればなんとかなる。シグウィンさんの手を煩わすこともない。よかった。特別許可権ばかりに夢中になってるんじゃないかって心配してたけど、調査もサボってなかったんだ。いくらモナが好きだからってさすがのオイラも労働にはまったりしないぞ。リネットもここら辺を調べてたのか？いいえ、ただのサボり。しかもあなたたちに捕まった。お兄ちゃんはいつも通り金域のあらゆる情報に張り付いてるわ。お兄ちゃんのスキルならきっとすぐに成果を出せるはず。そうだ、これあげる。おい、なんでいきなり特別許可券をくれるんだ？あなたたちよりずっと早くここに来てたから。特別許可権は私にとって珍しい資源じゃないの。私にとってはおしゃべりに付き合ってくれる人の方こそ貴重な資源よ。ひひっ、リネットっていいやつだな。じゃあ遠慮なく。ありがとな。見ろ、ここに研究ノートっぽいものがあるぞ。さっきこそこそ医務室を覗いてたやつがいたんだけど、あれってシグウィンのファンだったのかな。多分そいつが落としたものだと思うぜ。どれどれ。メリュジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメリュジーヌの審美眼は人間と大きく異なっている。プレゼントを贈る際は特にこの点について注意するべきと。なかなか真面目そうなやつだぞ。ちゃんと勉強してるんだな。じゃあこの研究ノートは、そうだな、募集しちゃおうぜ。お、旅人にパイモン。皮肉はよしてくれ。俺は同じ失敗を繰り返すようなやつじゃないさ。恥ずかしい限りだよ。前回は取りなしてくれてありがとな。これは公爵様が俺に追加で配布してくださった特別許可券だ。どうか俺の代わりに受け取ってくれ。え？これはさすがに。だってお前への報酬のはずだろ。お前たちを迎え入れた時、俺は特に何か苦労したわけじゃなかったし、お前たちにはひどい態度を取っちまったからな。まあこれしき気にすんな。公爵様に目をかけてもらえることは特別許可権を手に入れることよりずっと価値があることだろうしな。ほら遠慮しないでくれって。公爵様のおっしゃる通りだ。どんなことに対しても真面目な態度で取り組むことこそ富を手に入れる神髄ってな。もしかしたら特別許可権自体じゃなくて、それこそが生まれ変わるって意味だったのかもしれないな。うん。シグウィン？お前医務室にいるはずじゃないのか？生産エリアなんかに来てていいのかよ。こんにちは、旅人パイモンちゃん。この時間はみんな忙しくしてるし、医務室にも看病が必要な人はいないから、みんなが働いている様子を眺めに来たの。眺めにって？何も面白いことなんかないと思うけどな。そんなことない。うち
ちはいつもここでみんなを観察してるのよ。人間はみんな面白くて可愛い。働いている時の表情が好きなの。うん。なんだか動物の話でもしてるみたいだな。まあそうかも。でも一概にそうとも言えないのよ。うちはこういう種族だから人間とはちょっと違う資格を持ってて、みんなの体の状況に気づきやすいの。働きすぎている人は一目でわかる。それがメリュジーヌの資格ってやつなのか。確かに看護師にはぴったりだな。うん、みんなの健康のために奔走するのはとても有意義よ。できることならみんなには疲れや痛みとは縁なく楽しく過ごしてほしいけどね。体に気をつけて栄養をちゃんとつけてね。疲れたら無理しないで休むのよ。おう、気をつけるぞ。ありがとな。調査を中断して休むか。わかった。じゃあゆっくり休んで明日また頑張ろうぜ。連続して働いた後は変な肉が昼ご飯に出てくる。これって一体どういうことだ。これまでの調査って収穫があったって言えるのかな。そうなのか。それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、タビビト。新しい一日がまた始まったのか。囚人としての生活にもだんだん慣れてきた気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあどうするんだ。オイラたちたくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか。おお、たまには楽するのも悪くないよな。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする。おう、鉄拳闘技場なら何か手がかりがあるかもしれないよな。やあ旅人、また挑戦しに来たのかい。今度こそ特別許可券を十分持ってきただろうね。よし、それじゃあ準備してゲームを始めよう。コリンズの言う通りに頑張って的を狙おうぜ。やった、成功したぞ。やっぱり侮れない実力の持ち主だったな。どうして君が正式な格闘大会への参加を禁止されてるのかよくわかったよ。命が惜しい奴は君と同じリングには絶対立ちたくないだろうな。そういえば君たちはまだ格闘試合の勝敗予想をしたことがないらしいね。ロシモフのところで支持する方の投票権を買ってみるといい。当たれば結構な報酬がもらえるよ。でもオイラたち、ここの選手のことはよくわかんないし、誰を支持すればいいのか。それが普通だからゆっくりなれればいいよ。試合を何回か見ていれば報酬を稼いでくれるやつが誰なのか分かってくる。確かに。な、ちょっとやってみないか。十分な特別許可権を持ってるなら適当に投票権を買ってみるのもいいかもしれないぜ。適当に買ってみるって、なんて言えばいいか。まあ別にダメなわけじゃないけどな。ちょっとは慎重に考えるんだよ。適当すぎないようにね。適当すぎるってどういう意味だよ。ここで投票権を買ったことがないにもかかわらずルールの存在に感づくとはね。戦闘の腕だけじゃなくて
勘もいいみたいだ。ここまで来たらお得意さんにもなってくれそうだし、ちょっとだけ教えてやるよ。君たちみたいな客は失いたくないしね。そんなに深刻なことなのか？この隠しルールは、もし格闘が始まる前に双方の選手の投票権を買ってしまった場合、次の日の朝、良くないことが起こるというものだ。つまり双方の選手の投票権を同時に買うってのが条件なんだな。それって絶対損するんじゃないのか？そんなことをするやつなんているのかよ。良くないことって何なんだ？さあ、僕はそんなこと試したりしないからね。でもこの件についてこんな噂を聞いた。ある覆面の選手は抜群に腕が良くて戦闘力も高かった。その頃闘技場に彼の相手ができる者はいなかったほどだ。決勝戦、主催側は彼に覆面を外すよう呼びかけたんだけど、彼はなぜか固辞して試合にも出てこなかった。その後、二度と姿を見せなかったってさ。死んだとか主催側にやられたとかいう人もいたけど、彼が何よりも名誉を大事にする人だってことはみんな覚えてる。双方の選手を同時に応援する奴がいたとしよう。それは彼にしてみれば間違いなく、試合を侮辱する行為に他ならない。だからそいつの怨念がそういうことをする奴に罰を与えるっていうのか？ずっと覆面してたし、意図的に素性を隠してたから、僕は彼がどういう人なのかは知らないな。旅人、まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか？おい、本気か？嘘だろう。親切に忠告してやったのに、あえてそうするっていうのか？そうだぞ。第一、めちゃくちゃ怖いじゃないか。しょうがない。おいらをちゃんと守ってくれよな。両方の投票権を買うなら、多分3000枚ほど特別許可権が必要だ。十分貯められた頃に試してみるといい。ただ、何があっても知らないからね。はあ、今日はすっごく早起きだったせいで、午後はずっと居眠りしてたぜ。やっと寝る時間だな。新しい一日がまた始まったのか。囚人としての生活にもだんだん慣れてきた気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあ、どうするんだ。オイラたち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか。おお、たまには楽するのも悪くないよな。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする？おう、鉄拳闘技場なら何か手がかりがあるかもしれないよな。お二人さん、投票券を買いにいらしたんですか？次の試合が間もなく始まりますので、買うなら今のうちですよ。次の試合の選手は誰なんだ？今回の人気チャンピオン候補、キバ選手と東感覚エリアのトキシン選手ですね。それってあだ名か、それとも自分で作った肩書きか？変わった名前だな。あなたたちは初心者のようですので、少しアドバイスをして差し上げましょう。今回はキバ選手にかける人が多そうですが、
トキシン選手こそダークホース的存在。つまり今回の試合、私のおすすめは、へえ、両方とおっしゃいましたか。初心者だというのは一目で分かりましたが、まさかそこまでとは。もしかしてルールをまだしっかり把握していらっしゃらないとか。もう一度詳しく説明しましょう。つまり、いやいいんだ、こうしたらきっと損するってことも分かってるぞ。わかりました、いいんですね。一旦お買い上げになれば返金はできかねますよ。いいから特別許可券をもらっとけって。はあ、ここに来てから朝寝坊する資格がなくなっちゃったよな。やっぱり早く寝ようぜ。おい、旅人、パイモン、荷物が届いてるぞ。次は自分で受け取れ。俺は配達員じゃないんだ。荷物？お前何か買ったのか？おいらまだ寝てたいから、お前が行ってきてくれ。おお！昨日、隠しルールに逆らって投票権を買ったんだよな。もしかしてこの荷物がコリンズの言ってた良くないことなのか。一気に目が覚めちゃったぞ。どこかに隠れてるから飽きたら呼んでくれ。おい、ちょっと待てって、オイラがまだいるのになんで開けちゃうんだよ。なんだお前、大丈夫だったか？おいらに見せてみろ。なんだ、ただの瓶じゃないか。でも、この中の液体の色、ちょっとやばくないか？わあ、やめろ！それ以上言うな！何を言おうとしてるのか、もうわかったから！うぎ！こっちに近づけるなよ！嫌だぞ！どういうことなのかわかるまで、この瓶は開けない方がいいと思うぜ。これはオイラからの、心からの警告だぞ！さあ、どうするんだ？サボれるのって嬉しいな。特別許可券が惜しい気はするけど、この午前中をうまく活用しようぜ。はあ、配りきらないとここから出られないのに。お前、ここの囚人じゃなさそうだな。見ない顔だぞ。ええ、もちろん違いますとも。囚人扱いしないでください。僕は法を遵守する善良な市民ですから。じゃあこんなとこで何してるんだ？なんだか困ってるみたいだけど。僕は本他社の販売促進員で、会社の飲み物の販促を担当しています。本当は早く仕事を終わらせて本社に戻る予定だったのですが、まさかここまで時間がかかってしまうとは。フォンタ社のやつだったのか。なんだよ、何かあったのか。はあ、もう頭にきましたよ。全部あの公爵のせいです。この前うちの反則計画を話したら、僕の計画には全く価値がないとドストレートに評価してくれました。これまでの協力関係はまあまあ順調だったので、僕は我慢して彼に説明しようとしたんですけど、彼に話の腰を折られちゃって。なんて言われたんでしたっけ。俺がきっぱり断ったのはあんたの時間を節約するためだ。あんたは特別許可券の価値もわからなければ、自社の商品の価値さえわかってないのかもしれないな。前者については
あんたは水の上の人間だから仕方ない。だから責めたりはしない。そして後者についてだが、君たちの飲み物を買うのは水の下にいながら特別許可権のことをよく分かっていない愚か者くらいだろう。だからもう結構だ。そう言って彼は僕の提案を断ると。煩わせるな。他の方法を探してこい。とも言いました。こんなにひどいことってありますか？あいつはここのボスだからな。仕方ないぜ。オイラたちも公爵のことは知ってるけど、あいつって確かにつかみどころのないやつだよな。まあいいです。郷に行っては郷に従えと言いますし、ゆっくりやっていくとします。本当に試したって聞いたけど、どうだった？何か起きたかい？翌日に謎の荷物が届いたぜ。中身は何なのかよくわからなかったけど。やっぱり噂は本物だったか。呪われたりはしてない？具合はどうだい？その、君たちはちゃんと君たち自身の意思で行動してるんだよね。おいらも確証がないぞ。お前はどう思う？おいらはちゃんとおいらに見えてるか？そうか、ならよかったぞ。見た目は確かにこれまでと同じだけど、油断しない方がいいと思うよ。ところで、本当に試すとは思いもしなかった。ただ好奇心を抱くってだけならまだわかるけど、投票権を買うお金も惜しくないんだね。普通に買っても何か報酬を得られるとは思ってなかったけどな。こういうのって主催側しか大儲けできないもんだろ。とんでもない。我らが鉄拳闘技場はとても良心的だよ。投票権からの収入なんてほんの少ししかないんだから。今開催中の鉄拳闘技場大会もフォンタを生産する会社が協賛したおかげで開催できたくらいでね。飲み物のフォンタを作ってる会社が協賛したのか？公爵の支援で開催したんだと思ってたぜ。ま、ギブアンドテイクってところかな。彼らもメロピデ要塞でフォンタをプロモーションしたいって思ってたからこそこの件を提案してくれたんだよ。はぁ、とにかく数日はくれぐれも気をつけてくれよ。あれ、地面に散らばってる紙はなんだ？応募用紙か何かか？いや、違うみたいだな。どのページにもフォンタ社のマークが入ってるぞ。フォンタを生産する会社の資料とかか？わかった。捕まったら企業機密を盗んだ罪で訴えられたりしないよな。あ、そうだった。お前の言う通りだな。もう怖いものなんて何にもないぞ。どれどれ、新商品の研究開発はフォンテーヌ科学院の助けなしで行っており、進捗が滞っている。開発者内部からも疑いの声が上がり始めた。新商品はやむを得ず、名前もパッケージも未定の状態で、1回目の試飲が行われた。フィードバックによって、今後の開発方向性を調整する予定。一旦、小規模エリアで、クローズテストを行う結論に至った。特に気になるところはないぞ。フォンタ社がフォンタ以外の飲み物を開発してるってだけだろ？まあ、あまり順調じゃなさそうだけど。資料は元に戻そうぜ。何事もなかったかのようにな。これでよし。いつの間にか、こんなとこまで来ちゃってたな。先にご飯でも食べるか？そうだな。特別許可券との引き換えでゲットした時間なわけだし、次はうまく利用しようぜ。うわー、こ
たち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。謎の荷物、血の色の液体。やっぱりまだ真相が見えてこないな。お前は何か新しく思いついたか？そうなのか？それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べおいと。すでに二つの隠しルールについて調べてきたけど、まさかこの監獄にこんなにいろいろおかしなことがあるなんてな。調査のペースを上げた方がいいと思うぞ。でないといつまで経っても終わりが見えない気がするぜ。うん、じゃあ今日は作業なしだな。急ごう。あそこにいるのってビドックだよな。今日はいつもより人が少ない気がするぞ。ほう、この時間帯に君を見かけたということは、さてはロームを免除してもらうために惜しみなく使えるほど特別許可権を貯めてるね。どうやらここの環境にもかなり慣れてきたらしい。さすがだな、偉いよ。どうだ、知ってる隠しルールを教える気になったか？確かにいいタイミングだ、ちょうどいい。どういう意味だよ、何がいいタイミングなんだ？あの忌まわしい貧乏人のレオニードたちはみんな生産エリアへ働きに行ったから誰もいない。こんな秘密の情報をあいつらにタダで聞かれてたまるか。わかったわかった、じゃあ早く言えよ。絶対絶対夜中に変な音を出すパイプの近くに行くなよ。監視から逃れられたとしてももっと恐ろしいものに出くわすかもしれないからね。もっと恐ろしいものって何なんだ？食人族の集会さ。食人族だって？このメルピデ要塞に？毎月数回奴らは夜中に集会を開くのさ。メロピデ要塞の失踪者たちの噂は全員奴らと関係してるらしい。それよりも恐ろしいのは奴らがある特殊な趣味を持ってるってことだ。被害者の残された血と肉は処理ができない。だから奴らによってあらゆる形に変えられて永遠にメロピデ要塞に残されるんだよ。多分だけど、お前が言ってるあらゆる形を見たことある気がするぞ。まさか真相がそんなことだなんて。おいら、お腹の中のものが戻ってきたようだぞ。あんまり信じていないようだね。それもまたよし。隠された真実に触れることはいいこととは限らないからね。さて、私はまだ用事がある。さっきのことは聞かなかったことにしておくれよ。旅人、今回は噂を信じた方がいいんじゃないか？おいら、血と肉になってまで永遠にここに残るなんて嫌だぞ。あ、そっちの方向で考えてたのかよ。でも確かに妙に安心したような気が。はあ、これいつまで続くんだ。ビロコがいないな。でも午前中に働きに行ってた奴らが戻ってきてるから聞いてみよう。俺から離れろ。どういうつもりだ。
俺の前でそんな意味不明なことを言うんじゃねえ。何の話だ。忠告しておくが、余計なことに首を突っ込むなよ。あいつらの態度、なんかおかしいぞ。オイラたちのことをわざと避けてるみたいだ。でも、こうもバレバレの不自然な振る舞いをするなんて、むしろオイラたちを誘導するために演じてるんじゃないのか？ダメだ。考えるほど怖くなってきたぞ。まだ続けるのか。わかったよ。よう、フィールディング。何の用だ。囚人のくせにちゃんと特別許可権を稼がず俺のところに来るなんて。ちょっと簡単な質問がしたいんだ。夜パトロールしてた時、何か気づいたことはないか？そんなことを聞いてどうする。仮に夜に何かが起こっていたとしても、それはお前たちの案ずることじゃない。おとなしく寝ていればいいんだ。そうだぞ。月に数回くらいってところかな。おいら耳が敏感だからよく眠れなかったぜ。そんなことがあったのか。俺も毎晩当番があるわけじゃないからな。だが、そういえば確かに同僚から聞いたことがある。パイプ清浄日の夜には怪しいことが起こりやすいってな。あそこら辺の数日は当番を嫌がる奴も多い。パイプ清浄日って何をする日なんだ？メロピデ要塞の排水施設が定期的に清掃される日のことだ。月に3日って、今日もちょうどそのうちの1日だな。確かめてくるといい。もし本当に何か変なことが起こっているのであれば、代わりに報告してやる。おう、オイラたちも今夜は気をつけておくぜ。それでは、他の用事がなければ行く。忠告しておくが、変な企みはよせ。今晩は俺の当番じゃないが、他の者がお前たちを見張っているぞ。安心しろ。オイラたちだって、ケーキが増えるのはごめんだぜ。言っちゃったな。パイプ清浄日について、お前はどう思う？確かにそうだな。でも、フィールディングのやつが言ってたぜ。今夜もパイプ清浄日だって。そう言うと思ったぜ。よし、じゃあ今夜は徹夜だな。看守に捕まらないといいんだけどな。すっごく眠いし、疲れてるぞ。でも、まだ寝ちゃダメだよな。今夜はパイプ清浄日で、大事な調査の時間だし。そうだよな。もしオイラが寝ちゃっても、絶対起こしてくれよ。お前一人で危ない目に遭わないか心配だぞ。あれ、旅人？っておい、こんなにあっさり寝るやつがあるかよ。Thank you.
寝てちゃダメだぞ。早く起きろって。え、普通に寝てたんだとばかり思ってたぜ。それで今回はどんな夢だったんだ。本当か。やっと真相解明のチャンスだぜ。でも食人族の噂の方は何なんだ。どう説明できるんだよ。そうだな。そろそろ時間だし行こうぜ。パトロール中の監視たちには気をつけろよ。し、気をつけろよ。監視に捕まったらまずいぞ。おい、そっちじゃないぞ。オイラたちの目標はあのパイプだぜ。まずい、バレた。ここで本当に合ってるよな。君たちは昼頃の。ほう、度胸あんじゃねえか。俺らの正体は分かってんだろ。今すぐ立ち去るんだ。誰もあんたらのことは助けてくれないぜ。それがどうした。俺たちの怒りを買いや、いつだってその噂を事実に変えられんだぞ。おい、一体何のためにあんなデマを流したんだよ。ここで一体何をやってるんだ。君たちに言うことはない。今すぐ巨峰エリアに戻って、今見たことを忘れておとなしく眠りにつくなら、ここでの出来事は見逃してやる。さっさと戻れって。ここには本当にあんたらが興味持てそうなものはないんだから。は？なんだって？それって兄貴が離れた時に言ってた。俺たちの兄貴のことを知ってるのか。兄貴そんなすごい身分だったのか。知らなかったぞ。兄貴はここにいた頃ずっと自分の素性を明かさずにいたからな。兄貴に頼まれて俺たちを探しに来たのか。なんだ、タルタリアの子分たちだったのかよ。あいつってここにいた時も随分うまくやってたみたいだな。あの夜兄貴が言ってたことは俺たちしか知らねえはずだ。まさか兄貴は外に出てからお前に教えたのか。そうか。だったら辻褄が合う。わかった。お前らを信じよう。ひひ、旅人、うまい手じゃないか。兄貴がメロピデ要塞に来た当初、恥ずかしいことだが、俺たちはひどい態度をとっていた。それどころか、ずっと兄貴に嫌がらせをしてたほどだ。だが、メロピデ要塞は強者を尊重し、実力を認める場所。作業の時の根性といい、鉄拳闘技場での勇姿といい、俺たちを懲らしめる時ですら常人の域を超えた才能を見せてくれた。だから俺たちは兄貴についていくことにしたんだ。だがある日、兄貴はいきなりこう言ってきた。自分を呼ぶ声がまた聞こえたから、何とかしてここを離れねえといけねえ。そのためには何の代価も惜しまねえってさ。子分としちゃもちろん兄貴のことは俺たちのことだ。だから俺たちはちょっとばかし手間をかけて、ここにある隠しルールをもとに食人族のルールをでっち上げて、それを広めたってわけだ。これも全部パイプ正常日の夜に兄貴が逃げ出すためのチャンスを作り出すためだった。じゃあ噂を捏造することで囚人や監視たちをここから遠ざけたってわけだ。はあ、人々の未知への恐怖って本当に利用されやすいんだな。でもタルタリアはすでに逃げたんだろ。それなのにどうしてお前らは未だにパイプ正常日の夜毎回ここに来てるんだよ。それが俺たちの知る限りじゃ、兄貴が離れた時に使ったあのパイプは実は出口とは言えなくて行き止まりになってるはずなんだ。あそこはとっくに放棄されてるはずの廃工場に繋がってて、仮に海に逃げ込めたとしても、
水面までの距離が遠すぎて、生きたままたどり着けるやつなんてまずいないと思う。それを知っていて、それでも兄貴はそこを通ろうとしてた。何か執念みたいな感じだったのかな。それで俺たちは約束したんだ。兄貴がいない間、俺たちは兄貴なんて初めからいなかったように振る舞う。そして兄貴は帰ってくるとしたら必ずパイプ製造日の夜を選ぶ。そしたら俺たちも出迎えの準備ができるし、この件が露呈するのを避けられるだろう。そんな、その約束を守るために毎月のこの数日、危険を冒してまでここで見張ってたってことか？ああ、だが俺たちも心の中では分かっているんだ。これだけの時間が経ってもなお帰ってこないってことは、兄貴は大方本当に外に出たんだろ。でもあいつが何か、その想定外なことにあったって可能性は？兄貴をどうにかできる想定外なんてねえよ。俺らは全員そう信じてんだ。わかったわかった、ちょっと聞いてみただけだって。ああ、声を抑えろ。こっちだ。ここからのルートは封じられて通行できなくなってる。兄貴はこの下から行ったんだ。その時はまだこの下も水没してなかったけど、その後俺たちもこっから状況を確認しようとしたんだけど、かなり水没してることに気づいてさ、潜るのが得意なやつじゃない限りとても通れないぜ。まさかタルタリアはここの水に閉じ込められちゃったのか？その可能性も低いと思う。兄貴は水が得意だってことは俺たち全員が知ってる。マジかよ。だったら早速そいつに調べてもらおう。兄貴に関する情報があればぜひ俺たちにも教えてくれ。もう結構な時間だな。これ以上ここにいると監視たちに見つかっちゃうぜ。おう、状況については大体把握したから、さっさとここを離れようぜ。ふう、やっと肝心な情報が手に入ったな。これだけ時間をかけて調査した甲斐があったってもんだぜ。潜水が得意ってフレミネのことだろ？リネに言えばきっとフレミネに助けてもらえるよな。タルタリアのやつ、一体何しに行ったんだよ。ほんと骨を折らせるやつだぜ。ま、あと少しでその真相もわかるだろうけどな。気を抜くと一気に眠くなってきたぞ。さっさと寝ようぜ。おやすみ、旅人。